どうもー、ゆなです。ピンポン。はい、皆さんは宿題という悪魔が好きですか？私は大嫌いなんですけど、こんなにね、あるんですよ、今。今日はただひたすら1時間宿題を集中して勉強したいと思います。もう今日はのんびり動画です。ではもう早速ね、1時間測ってやっていきたいと思います。開始で1時間で言うって結構早いからね。テストの時間と一緒だから。目標何ページ終わらせる？5ページ目標。はい。え、どうやってまとめたらいいの？押さえてもらうのあるんですか？ジェイがここって言ってたんですよ。これ無理じゃん、そんなまとめられないし。まだ始まって4分しか経ってない。わか、ね、かりました。え、季節なんて書いてなくない？あ、夏の日差しを受けてた。ってことは夏？え、もうさっぱりわからない。わぁ、わかりません。あ、ここはわかった。あ、わかったかもしれない。あ、聞いた。勉強30分56秒。これ来たよ、多分合ってる。これは、え、すごくないですか？そうかもね。イエーイ。誇らしいってどういう意味ですか？調べます。うん、意味、得意になった気分に満ちている、自分が上にいる。まだあった。どこに埋めに行くのですか、なんて分かんなくないじゃん。さあって主語ですか？調べよう。わかんないよ。あ、海は、は主語ですね。わかんないんだけど、もう適当でいいや。あ、1時間終わりましたけど、10個漢字を書けば終わるんで。漢字何もわかんないんですよ。読むことはできるんですけど、書くのができないんですよ。これ以外はもう今終わってますから。どうやって書くんだっけ。合ってた。でも5問くらいはみんな。はい、終わりました。でも丸付けできないんですよ、答えがないから。で、ここをほぼほぼやってる自分で。はい、今日は1時間勉強に集中するという動画で、何ページしかできんかったけど集中しましたよ、最後の10分くらい。今日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバーイ。